煙がね、煙が出るまで焼くの。天ぷら揚げた油。もったいねえからさ、使います。量、ご飯と卵の量で油かけるつもり。これ2人前だから大さじ2杯ぐらい。広げて広げて、おお、ちょっと火力が弱かった。家でチャーハン作るときは結構炒めた方がいい。しっかり火力が見せと違うから。はいはい、そうです。白いとこがなくなっちゃう。本当だ。最初に卵とご飯をちゃんとコーティングしてやることで、こうしっかりご飯の白いところがなくなる。で、ただコーティングかけるだけじゃなくて、卵だけも残す。卵だけの食感も残して、コーティングもさせる。だから、米粒一つ一つに卵の膜ができてて、なお普通の入り卵も入ってる。これがベスト。で、味付けはね、一番最後に入れて、最初に塩とか入れちゃうと粘りが出ちゃうから。だからなるべく最後に入れる。ネギ入れるのはね、分かれる。最初に入れる人と後に入れる人と。これはね、後入れ。おお、すげえ。パラパラだんだんこう、だんだんこうパラ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 して、あんまり味の素いっぱい使いたくないから、うん、これ鶏ガラスープもちょっと隠し味。お店だとほとんど味の素が多い。ああ、確かによく入れてます。塩と味の素が同じぐらい入ってる。お店だと。腸はね、もう入れちゃって。お塩はね、最後。塩は最後、うん、あんまごちゃごちゃ入れちゃった感じじゃない。オイスターソースとか入れてもいいけど、あんまりなんか、もうこのなんかシンプルな、なんか具材もなんかシンプルなやつが結構ですね。チャーシュー、ネギ、卵。はい。昔はさ、かまぼことかなるほどか、今とか言わないで。昭和だ。おぉ。で、こうやって空気に触れさせてあげることでパラッと感が出る。理想は強火で火に当てながら、そしたら塩入れる。塩加減がね、微妙なんだ。小さじ1ちょっとぐらい。パラパラ。うお、すげえ。もうちょっとね、焼いた方がうまい。おう、こう弾力が出る。米粒にね、弾力を出すよ。家庭だとどうしても火力が弱いから。で、ネギだ。はい、ネギ。ネギ好き？ネギ大好きです。ネギってこう、もう香りが出るから。うまそう。で、ネギ入れたらね、あんまり炒めない。おお。青いネギとかで別だけどね。硬いから。うん、いいだぜ。で、仕上げに醤油。そんなに入れない。ちょっと香り出て。鍋肌に。これがプロのチャーハン。素晴らしい。うまそう。あ、この入れ方がまた。入れ方が。いただきます。いただきます。優しいよ。やべえ、味噌汁優しい。さっきも言ってた。芯まであったから。うまっ。
何だこれ。今まで食ったチャーハンの中で一番うまいね。うまい。そしてメイトもね、トッシーのチャーハンね、世界一美味しいの知ってるんだよ。めちゃくちゃ好みです、これ。うん、うまいでしょ。うまい。世界最強。世界最強ですよ、これ。